死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。
探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影器。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。 あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。遮影機が映し出すものは隔離よ。つまり隠された世界。 これを持って。これが今回の様子。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ、中に入って。 その写真は弔い写真。死者を弔うために撮られた写真。レンからの依頼なの。その写真はここで発見されたものらしくて、他にもないかを調べてほしいそうよ。
一人で探してみて。私はここで待っている。 この部屋にあるようね。探してみましょう。
これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあまりいい場所じゃない。ユリ、今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないのも見てしまうこと。
めんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。あの先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。
黒沢、ひそかさんはいらっしゃいますか？あ、すみません、今留守にしています。依頼をした氷見野です。人探しだから受けるかどうかということでしたけど、いつになるのかと思って。人探し？山に行ったかもしれないんです。氷見山。氷見山？山の近くで遥かを見た人がいて、自殺の名所ですよね。遥かがそんなところに行くはずないんです。私に何も言わずに。すみません、黒沢が戻り次第。いえ、遅くなるなら結構です。自分で確かめます。あ、
ヒソカさん、この人を探して氷上山に。氷上山、自殺の名所だという。氷見野さんはきっとこの山にいる。
いるんです。早く探さないと。私が探します。一緒に帰りましょう。
遥はここにいるんです。Thank you.
なか。ヒミノさん。はるか。ヒミノ。Ha ha ha!